今回は注目の試合でも取り上げたレイソルでかつて大活躍したこの名選手をお届けします。ヨンボ。いやー、かっこいいですね。男前ですね。もう韓国のスーパースです。ホンミョンボ選手がつけていた背番号20番はですね、レイソルにとって非常に重要な番号となってるんですが、現在では、まあ、韓国からこの間帰化したばかりのですね、リー選手が、つけているという、これやっぱりそういう縁なんですか？そういう意味も込めて、リー君には20番をつけてるということは言ってましたね。で、欠番にしようなんて話もあったらしいんですけど、はい、ミョンボ選手がいやもうあの後輩につけてほしいっていう話もあったって聞いてみたね。中山さんどんな印象ですか？やっぱ僕印象94年の、ね、ワールドカップですか、はい、僕ドイツ戦ちょうど行ってたんですけど、あの時もゴール決まってますしね、ミドルで、はい、でやっぱりあの時は最終ラインのリベロというよりもあの攻撃の時はたまにあのボランチの位置ですね、はい、あそこにも入ってすごく韓国の中ではそういう才能というかあの手のタイプは少なかったんで、まあアジアのベッケンバウアータイプという感じですよ ね。現在は何をしておられるんですか？あの五輪代表のまあ、監督なりコーチでもあるんですけど、はい、本来協会の会長になるためにあのアメリカで、まあ、プレーもしてたんですが勉強してたんですよ、はい、でピムさんが今言ってるじゃないですか、ええ、でピムさんがですね、うん、あの英語が喋れるあのホンミョンボをぜひ協会のスタッフじゃなくて代表のスタッフに入れてくれって入ったんですよ。はあ、そうなんですか、ね、ギャラクシーにも行ってたんですよ、ね、行ってました。ということはこれから入ってくるベッカム選手の先輩ということですね。ギャラクシーイケメンが好きなんですかね。あギャラクシーはね。さて風間さんから見てホン・ミョンボ選手はどんなプレイヤーだったんですか？あのすごくいいサッカー選手ですね、うん、っていうのは守備もできますし攻撃の時にはもう前に出れば一流の攻撃者になる、それからやっぱり韓国でも日本でもすぐリーダーシップが取れるということで ね、やっぱり上手い選手が当然リーダーシップは取るんですけども、そこの中にやっぱり人柄っていうのは必ず入ると思うんですね、うん、ですからそういう意味でいろんなところで尊敬される選手、まあ本当にいろんな意味で見本になる選手じゃないでしょうか ね、素晴らしいね、印象してくれましたホミョンボ選手でございました、はい、さあそろそろお別れの時間近づいて失礼しました参りました